鍋割坂は東京都千代田区球団二丁目と三番町の境界付近に所在する坂である。内堀通りから千鳥ヶ淵緑道に降りる小坂で、坂の北側はフェアモントホテル、坂下東の方には千鳥ヶ淵戦没者墓衛がある。鍋割坂のある山は土鍋を介したような形となっており、その山を割るような形の坂であることからその名がついた。 1693年に堀端一番町に起死し、ここから西に向かいこのまま一番町を直進。西方の一ヶや方面に三本に道が伸びている。これらは古い時代からの道であると考えられる。1702年頃、幕府は一番町内に新たに南北に通る新道一番町を開いた。その時、この古い三本に道の中央の一本だけは、 新道一番町と直角に交差する地点において、建たれその先には新しく造成された。西側の旗本屋敷地に吸収されてしまった。つまり、中央の道が建たれた時に、残されたその東部分がそれを改造した道が、鍋割坂と考えられる。ただし、この元禄時代の鍋割坂は、今日のそのままではなく、昭和初期に、 西の上り部分を約17名内元の形ではなくなった。したがって、現在の鍋割り坂の全体の形状から、誰でもがすぐに鍋を縦に割った断面を連想するというわけにはいかなくなっているのではないかと思われる。かつては、振動一番長の方から長長までの約27メートルの長さを上り、堀に向かって急に下った。このように上り部分は、現在より、 約17メートル長かった。その様子は平たい土鍋を地面に伏せて、それを中央で縦に二つに立ち割ったようであった。その断面を連想させたことがこの名称が付けられた、ゆえんとされている。1873年の東京府資料によると、堀端より元新道一番の通りへ登るさかなり、超60間幅2間3尺と記されている。 1930年頃、元新道一番長は、関東大震災復興工事計画に沿って、克服された。ありがとうございます。